はい、どうもこんにちは、藤本動画藤本です。本日のと藤本動画アップしていきたいと思います。今日はですね、ちょっと仕事で成増の方にねちょっと来てたんですけれども、今日はねもう仕事終わったんでこれから帰宅しようかなと思ってたんですけども、ちょっとね、後ろ、今度はね、いや、まあ、いつもはねよくねこういう動画ハードオフ紹介してるんですけども、今回ね、エブリ動画になりますんで、後ろ見えますのがスーパーオートバックスの、カンナナ王子神谷店っていうのかな、こちらの方ねちょっと寄ってみました。本当にねただね帰り際通り過ぎね通りかけに、来たんで寄ってみてるだけなんですけれども、ちょっとね、なんか行ってみたいと思います。はいね、ちょっとね駐車場はねルーフの方に止めたんですけれども、ちょっとお店の外観撮りたくてね、一回外に出てきました。はいね、こちらにね見えるのは、カンナナですね。カンナナのね、神谷一丁目っていうね、ところの、近辺、ね、にある、スーパーオートバックスですね。はいね、はい、ね一回こんな感じですね。奥の方がね作業ピットで、で今ね前車上がっていきましたからね、あっちの方からルーフに上がっていける感じです。じゃあ店内で入り口こんな感じですね。なんか子供をちょっと遊ばせるようなスペースがありますね。こんな感じ。ね、上に上がっていくエレベーターもあるんですけど、とりあえず階段で上がっていこうかな。さっき階段降りてきたばっかりなんですよね。はい、ね、店舗のメニューはこっちは2階メニューかな。はい、ね、レジとかすぐありますけれども、はい、店内ねちょっとぐるっと見ていこうかなと思うけど、さすがスーパーオートバックス広いですね。はい、後ろの方めちゃめちゃ立派なね休憩所がありますね。休憩所見てみようか。なんだろう、なんかすごいいっぱいトロフィーみたいなの飾ってますね。すごいな、すごいですね。こうか、じゃあ取るか。すごい、なんか満喫並みにめっちゃ本がある、ね、休憩所にこんな本があるんですね。ね、今回もねちょっとねなんかエブリで使えるカー用品をねちょっと探していこうかなと思って、主にね今回ねカーテンですね。カーテンをね、車内カーテンをちょっとね足したいなと思いまして、ちょっと見てる感じです。この辺ね、こういうの見ればかっこよくて、シート関係とか、お、なんかどれでも110円オールとかそういうのありますね。なんか便利そうなグッズもあるし、はい、ね、ちょっとぐるぐる歩いてますけど、さあサンシェードこれだよな、これを買いに来たかったんだけどね、エブリ用にね。ね、お試し用って書いてあるから自由にお試しくださいって、ここもね多分前のオートバックスみたいにちょっと駐車場の方まで乗ってって試せる感じですね。ちょっとこれとこれ後で試してみようかな。はいね、あとはねこうね前に購入したこういうのも置いてありますね。お、ここはあれだね、なんかこのカーテン系が豊富にあるな。東雲の方のねスーパーオートボックスはね、もうこういったカーテン系のやつがね全部ね季節品として撤去されてしまってて全然物がなかったんですよね。ここは非常に豊富にあっていいですね。はい、はい、ね、こういったようなですね、ちょっとねそのうちなんか余裕が出てきたらこういうのもねちょろちょろっとねドレスアップに使いたいなと。これなんかシンプルでいいの、まあ、そんなに高くないんだけどね。はいね、ミニバン K にもジャストフィットというね、まあ、こういったようなやつもなんかそのうちちょっとドレスアップにつけたいなと思いつつね、まあちょっと今ね
まだちょっと買わなきゃいけないものが結構あるんでね、こういったものはまたちょっと二の次ですね。あ、これはこれサンシェードじゃないのかな、なんだろうね、ガラススクリーンプロテクターとか、あー、ね、こういうの、あ、はいはいはい、はい、ショックとかもね、ね、まあちょっと今ねルフキャリアはもういいかな、もうね欲しいもん手に入れましたね、ルフキャリア、はいはい、さあね、今回ねちょっとね欲しいなと思って狙ってるもんがあるんだけどちょっと見つけ出せないんだよな。お、なんだこれ、こんなありますね、可愛らしい、ね、ブラックバスターなのかな、今回ね、ここのね、このブランドの、このブランドのね、ちょっと日よけをね、欲しいなと思って、ちょっと寄ってみたんだけど、ね、いろいろあるんだけど、日よけが置いてないんだよな。うん、これね、しまったら違うんだよな、ね。もうちょっとポーチみたいなのが入ってたからな。篠の目の方にはね、売ってたんですけどね、ここだと。ちょっと置いてないかね、このねオートバックスがね展開してるこのなんかアウトドアっぽいこのブランドがねちょっとかっこいいなと思って、これのね、ちょっと日よけをちょっと買おうかなと思ったんだけどな、この辺か、これ違うよな、これ違うね、濡れちゃってないのかな、もう、うん、ね、目的のもんがないな。とりあえずねサイズ違いのこのスタンダードとジュニアってこのね2つをねちょっとね、こうねお試しサンプルということでちょっと駐車場まで借りて持っていこうかなと思います。はいね、ちょっとね日よけをねやっていかなかったんで車内がめちゃめちゃねもわっとしてますね。はい、でもともとねこれね昔乗ってたね前ちょっと前も乗ってたエルグランドのやつのこういったサンシェード持ってるんですけど、これだとねちょっとね窓のねヘビーに比べの窓に使うのはちょっと大きすぎて、で今まではねこれをちょっと折りたたんだりして、まあ、だましだまし使ってたんですけど、まあ今回ねもう時期的にも安くなってんでちょっと新しいのをね買い替えようかなと思っています。はい、ね、こんなに違うのね、結構長さが違うな、多分ね想像だとこれが一番しっくりくるような気がするんですよね、こう一番短いのね、これでも長いような気がするね。エルグランドのやつはね本当話にならないけど、これだってもうこんぐらい畳んでましたからねいつも、はいね、じゃあこれちょっとねここの窓をね、試していきたいと思います。こっちの窓ね、じゃあちょっとつけてみてみようかな、よいしょ、大きさ的にやっぱこれが一番しっくりきそうだね、あ、全然この一番ちっちゃいのがこれでもちょっと大きいんだよな、
この時計のせいでね、ちょっとうまくはまらないですけど、ね、バッチリバッチリですね。このサイズが、エブリンがいいみたい、ね、残念ながらね、ちょっとここのシリーズのこう日よけ用のカーテンはね、どうやらないみたいですね。なんかクッションとかね、なんかいろいろあるんですけどね、やっぱりそれは東雲に行かないとダメなのかな。とりあえずね、今回ね、先ほどね、合わせたこちらの方をね、ちょっと購入していこうかなと思っています、はい、あとはね、ちょっと店内にサクッとこんな感じちょっと撮っていこうかな、せっかく来たから。はい、ね、アウトドア系のコインだからね、はい、ね、なんかね、売ってそうなんだけど売ってないんだよね。こういった小物とかはね、あるんですけどね、こういうね、はい、ね、このシリーズのやつ、ポーチ的なやつはあれだったね。こっちの方とかないかな、はい、ね、あれ、この辺あるかな、ないか。あー、ロットホルダー欲しいな。ちょっとね、全然釣り行けてないですけどね、ロッドホルダー欲しいなと思ってたりします。こういうのとか、ね、いや、なんか車とか買い替えるとね、いろいろと欲しいものがね、出てきちゃいましてね、なかなかちょっと本当はね、レンズとかでも欲しいレンズとかもあるんですけれども、ちょっとね、より快適に過ごしたいなと思うと、あ、これあれだな、僕のハンドルカバーと同じところのやつですね、これね、はい、こんなのこういうのシートカバーだな、はい、カーテン出てないのかな、はい、ね、ちょっとね、デッドニングをね、やるなんて軽々しく言ってはみましたけれども、ちょっとね、海外サイズでね、買ったね、消音剤とかそういうのを適当にちょっとルーフにね、仕込むという感じなので、ちょっとこの辺のこういうのを見ると、本気を感じるこういうのを見るとね、ちょっと恐れ入りますね。あ、でも意外とそんなに高くないんだ、1300円とか。売り場にちょっと圧倒されましたけど、思ったほど高くないね、はい、ドアトリムチューニングスターターキットありますね、はい、ね、デッドニングこういう風にね、こんな感じか、ダンピングアブゾーバーとか、はい、まあ、全部こう、ね、ドア一式こういうセットで、まあ、こんぐらいの価格なんですね、はい、で、あ、コーチ軽自動車1万円ぐらいでやってくれるんだ、はい、ね、もし引っ張りしたらね、ちょっとこういうとこでちょっと頼んでみようかなと思います、ね、サブウーファーとかもね、こういうのも積みたいけどね、かっこいい、ダラダラと動画を撮っていますけど、なんだね、今もくばいな、うん、なんでしょう、くばすぎ、はいはい、ね、よし、じゃあちょっとね、この買うもんだけ買って買いますかね、はい、ということでね、このね、エブリ用にこちらの方ね、購入してきたんですけども、もともとね、399円というね、格安の価格だったのが、まあ、ちょっと何をどう割引なのか分かんないですけども、さらにね、200円引きということで、今ね、合計がね、199円でね、こちらの方をね、購入できました。すごいですね、スーパーオートバックス。下手したら100均とかとそんなに大差ないですか、100均よりね、置いてあるもの多分いいものだと思うんで、
はい、すごいですね、こちらね。じゃあこれね、今後こちらね、エブリ君の方で、ちょっとこのサンシェードね、使っていきたいと思います。